こんにちは、チャンエヌです、本日は9足目のソックス。じゃじゃん。こちらのね、段染めの糸を2種類使ってツートンになるようにね、足の裏側と甲側でこんな感じでこう柄が切り替わってるんですけど、ツートンソックスを編んでいこうと思います。 100g のソックヤンでね、まあ1足編んでも余るんですよね、そこそこの量。だから余った糸を使ってこう可愛くソックスを編むっていうのもね、この100足企画ではやっていきたいので、今回試しにね、まあこう編み機で編む時って平編みで編んでいくので、まあ結局とじはぎはねしないといけないんですけど、こう両サイドでねとじはぎするように編んでいって、そしたらまあツートンにできるんじゃないって思ったんで、ちょっと試しにやってみたんですよ、さっき。そしたらなんか思いのほか可愛くなったんでね、今日はこのもう片方を仕上げながら動画を撮影していきます。で、今回使用する糸がこのラブストーリーシリーズから色番7914番と7915番です。これは去年ね、プリーツタックソックスのパターンを作るときに使用した糸です。で、プリーツタックソックスはね、こんな感じなんですけど、動画と文章パターンと両方あるので、手編みで靴下編みたいなっていう方は、ぜひぜひそちらも見てみてね。で、まあ今回差し色に、もういつのだよっていうぐらい、もうラベルもね、昔のラベルなんですよね。古い単色の赤。なんか、ぐちゃぐちゃになっちゃってますけど、こちらをね、つま先と履き口に使っていきます。それでは編んでいきまーす。今日は作業の様子を、いつもね、おしゃべりするんですけど、無言バージョンでお届けします。では、どうぞ。
はい、こんな感じになってます。まあ、まず履き口はつながってて、で、こっちかかと側の方を、で、こっちが甲側ですね。で、両サイドとつま先の方をつなげるっていう感じで、とじはぎしていきます。まあちょっと閉じる部分が多くなるので若干めんどくさいけど可愛くなるのでよしです。じゃあ閉じはぎしていきます。いや本当ね、だいぶ編み機にも慣れてきて失敗も少なくなってきましたね。あのかかととかつま先の引き返し編みの部分で編み地が緩みやすくって、もう何回もね、あの目が外れてっていうのをね繰り返してきたんで、まあ今じゃだいぶ学習して目が外れないようにね、まあ編んでいくことができるようになってきたかな。こう編み機を使う際に参考にした本とかあるんですかっていう質問があったんですけど、糸ボーチエを買った時に取扱説明書が入ってるんですけど、割とねそれを見れば編めるかな。多分ね取説見ればね、棒針編みの知識がある人だったら全然編めるんじゃないかなと思います。でその他のテクニックだったりっていうのはね、私結構海外の方が出してる動画とか参考にしてて、マシンニッティングとかね、ニッティングマシーンとか、まあまあどっちでもいいんですけど、そんな感じで検索すると結構出てくるんですよ。そういうのを見てみたりっていうのも参考になるかなと思います。で今機械編みの本手に入れようと思うとやっぱ古本とかになるのかなって感じなので、やっぱ入手しにくいものだったりするんでね。で私が現状使い方の動画を上げるっていうほどまだ編み機にも慣れてないんで、まだそういう動画を上げる予定はないんでね。まあ動画上げてくださってる方もいらっしゃるので少ないんですけどね、まあ、そういうのを参考にしたり取扱説明書をしっかり読んだりっていう感じかな。なんかね、糸ボーチエは買った時に DVD もついてて、まあ私 DVD 一切見てないんで、どんな感じの DVD なのかちょっと知らないんですけど、でも多分、使い方を動画で説明してくれてるものなんだと思うんですよ。っていう感じでね、結構親切な取扱説明書なので、まあそんなに心配ないんじゃないかな。でも昔の編み機を中古で買うとかってなると取扱説明書がついてなかったりね、そういうものもあったりすると思うので、今 YouTube に使い方上げてくださってるね方の動画を参考にしてみたり、ちょっとネットでね検索して使い方見てみたりっていうのがまあ現状できることかな。でもね、棒針編みの知識はあった方がいいですね。ないとそのここどうしたらいいんだろうっていうのも、普通に手編みで棒針編みができる人だったらまあ理解できたりするし、その目の構造だったりとかね、そういうのが分かってれば直し方も分かったりとかね、間違えた時にするので、全く棒針編みしたことないけど編み機で編んでみたいなっていうよりは、まず先に手編みで棒針編みの知識をちょこっとでも入れてからチャレンジするのがおすすめですね。その方がなんかよくわかんないっていうことも減ると思います。この動画を見てね、編み機を買いましたとか、編み機を古い編み機を出してみましたとかっていう声もねいただいてとっても嬉しいのでね、まあ私ももうちょっと知識を深めてね、いつか靴下の作り方ぐらいは動画上げれればいいなと思っております。まあ期待はせずお待ちいただければなと思っておりますのでわかんないからね、どうなるか。
へい、完成しました。うん、かわいい、いいですね、ハーフ&ハーフ。なんかいつもと違った雰囲気でかわいいです。余った糸も活用できるしね。つま先と履き口だけ色を変えるのがアクセントになってよし。はい、靴下履き履きタイムです。まあ、ちょっと履いて思ったんですけど、甲側の方しか短いソックスだったら見えないですよね。今度はちょっと長めでね、ハーフ&ハーフソックス編もうかな。あとね、段染めの糸使うときは結構ショートピッチでね、あの色が変わるような糸の方が多分半分ずつで編むときは可愛くなりそうかな。糸選びで全然違う雰囲気になりそうなので、またハーフ&ハーフで編んでいきます。それではご視聴ありがとうございました。また次も見てねー。